私は議員になる前、アフリカの最貧国で6年間外交人道援助の現場で働いてまいりました。その経験から命を守ることが最優先、そして一番苦しんでいる人こそ一番幸せになる社会の構築をという政治信条を培い、この3期12年その思いのままに仕事をしてまいりました。ヘルプマークの導入、これは戦意筋痛症という大変な病気を抱えている方からの切実なお声をいただいて、その思いを受け止めて実現した政策であります。外部から分かりにくい、でも内部障害や人工関節難病などさまざまな病気を抱えている方々に対して、このヘルプマークを持っていただくことによって、公共の交通機関や施設などで支援をしていただける、そしてまた薬物乱用によって大事な人生を大きく歪めさせてしまった、そうした子どもたちやその家族、その悲惨な状況を何としても防がなければならない、こうした思いで取り組んできたのが青少年の薬物乱用防止対策であります。今公明党のポスターには小さな声を聞く力とありますが、皆さんの思いを不安を願いを形にしてきたのが私たち公明党山科の戦いでありました。府市そして国が連携を図って、何年かかっても1ミリでも2ミリでも皆さんの思いを前に進めていこう、この公明党のネットワーク、何としてもさらに強固なものにするために、どうか皆様の力強いご支援を林正樹へと賜りますようによろしくお願い申し上げます。